皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ゲットアルボ大決戦実況プレイやっていきたいと思います。前回はですね、また新たな敵プロフェッサーランドを噛んだね、プロフェッサーランドっていう、ちょっとゲッター戦を研究していた人が現れたんですけど、ちょっとね、学会から追放されてね、悪の道に進んでしまったやつなんですけれども、そいつと前回戦ったんやね。で、今回はその、ゲッターロボ号に乗っているあのショーのお兄さんである立花慎一さんと今回戦うみたいなんだよね。慎一兄さんを助けられるのだろうか。さて、今回の乗せ替えはですね、なんかね、あの前回とマップは同じみたいだから、キングダムをそのまま使う形にしています。ちょっと最近海ステージ多いな。こういうね、ゲッターだから海ステージ多いんだろうけど、でちょっとね、乗せ替えを初代ゲッターに、ゲッターザンのチームを組んで、ゲッターロボ G にシャムコと、ジャックとムサシで、ゲッター5に、初代ゲッターチームで、新ゲッターの方に今回ね、あのショーが、キーパーソンみたいな感じだから、ショーにちょっとあの花持たせるということで、新ゲッターの方にね、あのゲッター5チームを乗せております。で、ゲッターザンには、こちらの女性方、もうどういうつながりなのかは不明だが、で、あとはビートにレディーコマンドに、ステルバーっていう形でやっていきます。ね、今回はショーがもうメインキャラみたいな感じやけんね。じゃあやっていきましょう。第13話、兄と妹。新一兄さん、なんでそんなにハゲちゃったんだ。新たな敵プロフェッサーランド、そして連合軍の前に立ちはだかる立花翔の兄、立花新一。今テキサスは悲しみに染まろうとしていた。本当は戦いたくないんだよみたいな感じなんだけどね。新一、頭が割れるように痛い。頭痛にバファリン。どうなってんだやつは。なんだか様子が変だわ。やっぱなんか洗脳されてるんやろうな。えらく苦しんでいるみたいだな。おお、無差別攻撃か。やはり改造が完全ではなかったか。暴走してる感じか。ラセツどっか行ったよ。痛い、心が痛い。カウンセリング行ってこよう。兄さん、やめて、お願い。私の体は、心は一体どうなってしまったんだ。こういう感じで、前回のメカザウルスとか百鬼ロボも洗脳された感じなんかね。お前たちがいるからかよ。新一兄さんすごい顔、怖いわ。なんかホラーに出てきそう。なんかゾンビや。なんだ。正気に戻って兄さん。この苦しみ、この痛みから解き放たれるために、すべて殺す。やばいな、無差別攻撃来るか。なんとか説得してね、兄さんを正気に戻したいな。説得とかできんのかな。スパロボみたいにさ、それはね、
まだいいか。とりあえず敵を倒していこう。じゃあクリア条件は？ガローンの破壊。奴の狙いはショーだ。ショーが狙いか。ガローンつうのはあれか。この、新一兄さんが乗っている、こいつか。ガローン Z54。うん。こいつが今回のラスボスっぽいね。まあ、とりあえずあれだな。とにもかくにも合体のポジション。組んでいこうか。よし。ね、ここまで、来たと。じゃあまあ、合体、やっていきましょうか。いつものように。よし。じゃあね、進んでいこうか。ね、今回はこの海もあるからね、海も利用しながら戦っていこう。ね、でもって、そうだな、ゴーは、まだストナーサンシャインは使えないのか。まあ、しょうがない。やっぱり、レベルが高いやつを、パイロットにして使わないと、ちょっと進化を発揮できない感じやね。こう、シンゲッターとかは。まあ、それでも、ね、貴重な戦力だから使っていかんとな。届く？お、届く。じゃあ先制攻撃を打ってみるか。こいつ見たことないやつかな。まだ。なんかビジュアルがまだ。強くね。3000。体力高くないか。でもって硬い。クラブっていうぐらいだから。カニか。じゃあ多分こいつ海には強いんだろうな。なかなか強敵になりそうだな、こいつ。まあ、ちょっとこの辺でみんな待機して。そうね。まあ、こいつらが海に強い点だったらもうキングダムの出番だね。さあ、来やがれ。海に潜ってきたか。多分ゲッターロボみたいな、外見したやつ、多分、ギガントだったっけな。前、一体だけ、ね、ちょっと出とったやつ。そうだな。じゃあ、ここは、体力が高いっていうこともあるから、ゲッター5で、マグフォースサンダー打てば、ちょっと削れるかな。ね、マグフォースサンダー、海だと、ちょっと強なるけね。そこがほんと強み。てか地味に雨降ってんだな。まあちょっと一体だけっていうのがね、辛いんだけど。こんだけ体力があるからな。3000って。シンゲッターでもそんなに、ねえ、ないのに、2600ぐらいなのに。ねえ、この体力のインフレ、どうにかならんのかい。じゃあまあ一応、もったいないけど、旅無糖。おい。こいつはちょっと強い。多分。このクラブはちょっと強いと思うな。3000な上に防御が高いのかな。そうね。もう、こういうやつはフィンガーネットとか使ってもいいけど、なんかこう下手に使って反撃された時のダメージが計り知れんけね。ちなみにまあステルバーはそんなに攻撃できんか。しょうがない。もうここはもう本当にしょうがないです。で、こいつらそのビートとかはちょっとほんとサポートに回っていただいて。はい。ああ、来た来た。そうだな、反撃で、そうだな、防御硬い系な、レッグブレードあたりで反撃しよう。まあ、龍馬の、能力もあって、強いと思うけど、てか、でーやーって今までとはちょっとボイス、新規かな？ああ。まあ、攻撃はちょっと高いね。
やっぱ海に入るとこいつ強いんだろうな。てかランド兵はみんなハゲなのかな。ちゃんとあのアデランス行ってこいよっていうね、ゲッターアデランスみたいな、通えよって。まあ言うて俺はね、最近ちょっと脱毛サロンみたいなところに行ってね、お肌をきれいにしているんだよな。まあどうでもいい話だけどね、これは。結構進軍してくるな。そうだな、こいつ、あーこいつまだ海に潜ってないから、うん、どうだろう、シャインスパークとかここで、うん、でもなんか使うのはもったいないか。うん、やめとこう。じゃあ、あんまり効かんだろうな、拡散ミサイルとかしても。そうだな。ここは劣化に変えて、で、そうだな、まあゲッタービーム撃とうか、ひとまず。多分クラブは今後も海ステージとか出てくるだろうけどな、硬いだろうな。硬いね。やっぱ甲羅があるからね。まあカニは俺ね、食べるのは大好きやしね。ちなみにズワイガニっているけど、あれはカニじゃないからね、ズワイガニって。いや、タラバか、タラバよね。タラバガニはカニ、タラバガニっていう名前なんだけど、ヤドカリの仲間っていうことなんだよな、本当は。全部カウト、メイリーさん、すごい、もうなんかアメリカンな発音だよね。ザマカウっていうか、こんなにね、俺はゲッタービームタイプ系の技をバンバカ使っていいのかどうか、ね、疑問なんだよね。でも補給して、そうだな、まあここはゲッターショーで、ちょっとこの辺に寄ろうか。キングダムで、そうだな、まあとりあえずちょっと攻撃を受けたくはないから、こういう感じで壁になってもらって、テキサスはやっぱり海の方が移動力があっていいね。まあこんなに密着してもね、まだマップ兵器を撃ってくるってことはないと思う。あ、なんか撃ってきたな。どうしようか、スピンカッターしかないか。スピンカッター撃とう。もう反撃できることはやっておこう。なんかね、なんか臭いギアみたいなの吐いて、ちゃんとブレスケア噛んどけよ。あんまり効かんか。まあでもしょうがない。もうあとはこの辺ジャーコ2とかかだったよね。で、なんか虫みたいなのもいるな。なんだろう、あれ。なんかガローンすごい進軍してきてない？すごい進軍してきてんね。大丈夫かこいつ。まあ多分大丈夫だとは思うけど、そうだな。これどうやって倒そうか。654か。そうだ、ブーメランウィングとかでちょっと削れるかな。まあ多分倒せないとは思うけど。水の抵抗が、そういえばあれだな、みんなやっぱり鬼滅の刃見に行くんかな。今映画やってるけな、無限列車編ね、煉獄さんのやってるやつ。まあ俺もね見たいんだよね。ただ結構映画館がいっぱいなんだよね、こう人で。
すごいよね、あの鬼滅の刃のあの人気、もうほぼほぼ社会現象になるんじゃないかぐらいの、ね、人気っぷりよね。なんかまあディズニーとかジブリとかね、結構アニメが社会現象じゃないけどね、なってるけど、なんか普通のねジャンプとかの漫画であんなにこんなに大ヒットするのってなかなかないんじゃないかなって思うんだよな、ほんと今までにもね。こう、まあ、確かになんかドラゴンボールとかね、ワンピースとかすごいね人気やけど、ただ俺ワンピースはちょっと今全然見てないんだよな。なんかもう昔見とったけど長すぎて見てないっていうあれなんだけどね、結構鬼滅の刃だけがすごいもういろんな人に受けてね、もう当分はブームになるんじゃないっていうくらいすごいよね。まあ俺も原作読んでね、アニメも見たけ、まあがっつりハマってるわけなんだけどね、今後も鬼滅の刃の、ね、人気は衰えるところを見せないだろうね。結構近づいてきたな。ガローン6494、体力も高いな、体力も高いな。そうだな、ここはひとまずゲッター財に変えて、そうだね、とりあえずミサイルストーム撃とうか。あれだな、ガイはあれなんだよね、こう新ゲッター3とか乗せても大切なオーロラ使ってくれないのかな、ちょっとマイナスポイントだな。ミサイルストーム、ねえ、チェンゲの時もまあ確かに、ねえ、チェンゲの時でも新ゲッター3が出てくることは少なかったっけな。もうほとんどね、あのゲッター2かゲッター1か、まあ、どっちかなんだよね。まあ、それはそれでちょっと3の立場はみたいな感じがあるけどね、なかなか難しいところなんだけど、まああれだね、あの最後のね、早乙女博士と戦っとった時はがっつり弁慶がゲッター3使ってたけどね。ではどうしようか、こいつ、もうちょっと並んでくれたらゲッタービーム打ってたんだけどな。ポセイドンに変えよう。音がちょっと乱れてたぞって。よし、じゃあフィンガーネットで一気に倒すぜね。
海補正 200%。 どんだけ通用するかな。あー、ワンキルはできんか。ワンキルはできんけど、かなり削れたね。海補正がちょっと低い、まあ、多分低いんだろうけど、それでもこの威力か。なかなかバカにできんね。よし、じゃあまあこいつは合わせ風車、いやーどうだろう。あえてあの金剛に変えて修羅爆雷あたりを叩くか。ほい、たまにはこういうのもミントね。リンダさんの言い方かっこいいな。シュラン爆雷、ね、リンダさんなかなかいいキャラしていいね。ミチルさんもめっちゃ上がったって。ん、増援、わー増援来たんかい。しかもあれじゃん、あのギガントいるじゃん。わーめんどくさ。そうだな、ここは一旦ちょっと逃げておこう。拡散ミサイルで倒せるかな。 80%。 素直にここはブーメランウィングってとか、はん、あ、ST ブラスターが、何も消費しないな。こいつで近づいて、撃とうか。まあ、ちょっと回避されないことを願うけど。こいつ地味に、海補正 100% だから、そのまま与えれるんだね。まあ、シュワルツは結構強キャラやけえな。あの、これからも使ってって損はない。なんかうねうねして気持ち悪いこいつ。これでもこいつ本当に海補正が低いのかな。なんかだんだん怪しくなってきた。おお、狙ってきたガローン。え、なんかモブじゃん、ボイスが。わあ、めっちゃ与えてくるな、めっちゃ与えてくるな。おい、こうやって見ると結構ちっちゃいんだねこいつ。もうちょっとでかいやつかと思ってた。あー、ガローンここまで来たよ。こいつエネルギー切れにして叩けんのかな。叩きたいな、できる限りは。いや、まあちょっと補修で回復して倒産しておこう。こいつら、こいつらはゲッタービーム打って一気に叩きたいね。そうだな、ひとまずここはドラゴンにチェンジしてゲッタービームでもう一気に倒す。ゲッタービームは言ったんだけど、普通のゲッタービームは言わないんだよね、シャムコって。
行ってほしいんだけどな。ギガントも結構強いからな、パパッと倒したい。全員上がったね。うん。で、すっからかになったから、ちょっと搭載して、そうだなぁ、こいつら、こいつらよ。どうやって倒そうか。とりあえず、このギガントには、なんか、ゲッタービームみたいな武器を使っておきたいからなぁ。飛んでいるやつもまたあれかな、前みたいに出てきた蜂みたいなやつかな。ここはひとまずどうしようか、まあ、海に潜ったままにでいようか。とりあえずセーブしとこう。ちょっとオーバー手裏剣はこいつら全員通用するんかな。あ、なんかトールっぽいな。叩いとこう。通用するっぽいね。まあ攻撃力は低いね。ああビーンか。カルロス・ゴーンの対抗者みたいな名前しやがって。そうだな、とりあえず、このままなんかで叩きたいけど、シャトナーじゃちょっとこの機体じゃ太刀打ちできそうないからな。ガローンの一撃食らったら多分こいつら終わりだからな。よし、じゃあここはもうテキサスのドーバー砲で一気に削るぜ、ガローン。ウザーラ戦でもだいぶ活躍してくれたけね。900でもね、それでも削ったことに変わりはない。オッケーなんだ。で、さっき多分マップ兵器を撃ってきたからねえ、この辺にいた方がいいんかな。で、ブレストビーム、難しい、難しいな、ポジションが。ここにおったら集中砲火食らうだろうけな。いいか、ここでインパクト系なのどうか。ちょっと一瞬ちょっと前に出て、ここでインパクト系なの、ほい。ただガローンにはそんなに攻撃は通んないだろうけ。問題はこいつだ。倒せんか。来るか。強いのかしら。怖いからな。一応回避しとこう。なんか羽のところ、なんかテントウムシの羽みたいなやつ。強くね、720って強くね。ちょっとやばいな。回避回避、神回避してくれよテキサス。おお、よかった。こいつ、海宝石強いのかな、もしかして。
もしかしてだけど、もしかしてだけど、海補正が高いんじゃないのみたいな。ドブロックが歌いそうやけど、ドブロックって今ちゃんと活動してんのかな。最近お笑いとか見ないからな、なかなか。おお、ちょっと防御しとこうか。うわあ、来たか、ギガント。うわあ、あれ、衛星ゲッタービーム砲じゃない？前ね、壊した。あれ、まだあるの？マジかよ、めんどくさくね？もうなんか、ねえ、新ゲッターだけちょっと、宇宙に上がってあれ破壊すればさ、こいつデクノボになるんじゃねえか。そういうことはないのかな。まあいいや、とりあえずリンダさんを回復してあげんと。やばい。こんなやつさ、さっさと片付けましょう。さて、そうだな、そろそろ回復はしてきたな。よし、じゃあちょっと発信をしまくって、キングダムでちょっとこいつら、ま、巻き込もうか。3体一気に。ちょっと海補正が全く適用されないのが惜しいけど、ね、3体巻き込みができるっていう点が強い。まあそれにサムは1回だけ我慢してくれるけね、防御が高くなるけ嬉しいよね。そこがガローン結構防御高いんだな、こいつ。あの潜水艦援護でさえもこんだけしか食らわないとは。やりよるわ。とりあえずあのギガントだけでも倒したい。あとこいつの集中砲火を食らうだろうな。まあもうそれはもう定めということで捉えるけどさ。じゃあビーンはさっさと消してやる。まだ消えないか。よし、搭載して、じゃあまあしょうがない。ここは攻撃しようか。ミサイルストームでちょっと威力は低いだろうけどね、一体でも多く倒したい、そんな思いがない。ミサイルストーム。
で、クジラで、ゲッタ号を回復してあげて、補給し、まあ、いっか。で、こいつももうちょっとで倒せるんだよ。ゲッタードラゴンで、もう適当に、トマホークブーメランとかで倒せんかな。難しいか、叩くだけ叩いて倒産しよう。クリティカル出てる。大丈夫かな。いけるか。倒したい。シャネクナイス。シャムコ、お前はね、一流のゲッターパイロットだぜ。兄さん、私の声が聞こえる？聞こえるなら、もうやめて！こういう特殊な演出あるんや。と、聞こえる。その声だ。その声が聞こえるたびに、私の心が痛い。痛むのだ！そのまま攻撃を続けるなら、私は迷わない。この痛みの音、根源を断つ。死ねえ。兄さん。うお、こういう演出あるんや。ああ、なるほどね。あの、ショーを狙った時に、こういう演出があるんや。ま、狙ってるのはガイだけど。ま、そこはあんまり深く突っ込まないでおこう。よし、ナックルボンバー、まあ、いっか、90% でも。ナックルボンバー、しかもクリティカル出てるし、すごくね。結構強いじゃん、もう。反撃とクリティカルのダブルコンボ、半端ねえ。これは回避とか。ああ、我慢ね。まあ、大丈夫だね。大丈夫だ。そうだな。とりあえず、ちょっとゲット。ゲッター号が危ないから、ミサイルストーム撃っておこうか。ストームを撃って、ミサイルストーム、ゲッター号は収容しようか。ちょっと攻撃を何かやったら、ガローンもだいぶ削っちゃったな。まあしょうがない、もうね、叩いていかないとさすがにきついんよね。そうだな、ゲッターワンとかも出しといて、レディーコマンドもちょっと補給ができなくなってきたな。シャートナーはそのまま、
回復はもういいか。じゃあ、そうだな、とりあえずギガントに一発。ほい、ぬわめっちゃ狙ってくるやん。まあ多分海補正がかかっているから大丈夫だけど、キングダムほんとサム乗せた方がいいな。あいつめっちゃ優秀だわ。あー来るか、防御しとこ。こいつの動きがなんかキモいな、なんかガチャンガチャンみたいな。やってやるぜ、イエイ。海は弱いんだろうけど、こう受け続けるとね、塵も積もれば山となるっていうし。ふい、どうしよっか。とりあえずあれだな、あの楓がやばいから収容したいな。一発ゲッタービーム打って収容しよう。さすがにこのまま何もしないであの戦艦に搭載するのはなんか負けた感するし。666、綺麗に揃ったな、体力が。よし、じゃあこのまま潜水艦遠慮。それでも倒せないのか。サム、ちょっとパワーを与えてください。まあしょうがない、ここも弁慶で倒すかっていうか、結構頻度的に旧ゲッターチーム、まあ、初代ゲッターチームが倒す率高くね。まあ俺がそうしているんだろうけど、どんどん彼らの能力が上がっていくのは、まあ第1話からお世話になってるからしょうがないんだけどさ、必然的なんだろうね。なんか攻撃方法が違う、一刀両断みたいな。さっきのは連続斬り、まあ、マップ兵器で使ったのは連続斬りでみたいな、そんな感じなんやろね。私もちょっとあれだな、ダメージを受けすぎた。こいつをどうにか倒したいけど、そうだな。
ブレストビームとかを打ってみようか。で、武蔵をチェンジして、このままゲッタービーム打つか。ほい、ね、とどめはあのショーでとどめさせたいし。ここで、で新ゲッタークラッシュ、ただの突進である。ミキルさんこの技は言うんや。ゲッターとど弁心で、あのゲッターザンの技は全体的に言うんだろうかね。となるとミキルさんは、しかしガローンもだいぶ削ったのは1950、とりあえずあれだな、あのこのギガントだけ倒せばあとはもう OK って感じだね。バグトーンスタンダー、ミコレとダメジャンと痛い目に遭うぞ。ふぅ、やっと、これで、ガローンだけになったな。ああ、辛かったが、あとはもう、ね、こいつだけや。よし、セーブしとこう。最後ね、ショーで、フィニッシュしたい。俺は、ショーでフィニッシュしたい。ちょっと多分まだ倒せんけ、ショーでフィニッシュしたいけ、ちょっとザンマコウとかを打って削っておきましょう。まあでもここまで来たんだ、やるしかねえ。行くぜショー、お前が兄さんを目覚めさせるんだ、行け。倒したよな、426、結構めっちゃ上がった。15、新一兄さん倒した。でもどうなるんだろう。兄さん、ショウ、兄さんありがとう。
心配かけてすまなかった。もういい、喋らないで。ショウ、ランド、倒しておく。兄さん、新一兄さんはここで死んじゃったわけなんやな。ランド、ほんまに許せん。お前は絶対に俺が倒す。ゲッターロボメンテナンスのためサウトバイ研究所に向かったゲッターチーム。しかしその途中、再び謎の敵昆虫軍団が姿を現す。残された戦力はブラックゲッターただ一体のみ。果たしてゲッターチームはこの危機を脱することができるのか。次回ゲッターロボ大決戦、黒いゲッターにゲッタービーム。ぬ？黒いゲッター、え、ブラックゲッターが出てくるのか。次回はマジかよ。めっちゃテンション上がるな。ブラックゲッター好きやけどな。まあでもあれだな、こう意外となんかその後の会話ないね。ショウね、新一兄さんね、死んじゃったけど、ランド、もうお前を許さないぞみたいな感じのあってもよかったけどな。ちょっと会話が少なすぎるのがちょっとねえ、あれって違和感があるけどね。まあいっか。ね、今回で兄と妹終わりましたね。次回はね、ブラックゲッターが出てくるみたいなんで楽しみや。でも昆虫軍団かどうなっちゃうんだろう。まあ、でもね、次回のゲッターロボ大決戦もぜひ見てください。それではバイニャラー。